こんにちは、エヴァとたけしです。今回は、そんなこと聞いてないでしょ？質問に答えてよ、とイラつくときは、というテーマでお話ししていきたいと思います。人間は想定外のことが起きると、怒りが湧き上がってくるようにできています。質問をすれば、質問の答えが返ってくるものだと想定します。なので、質問したのに答えが返ってこないと、それは想定外になるので、イラッとします。いや、ちょっと質問に答えてくださいよ。あなたの答えが知りたいんですよ、と不満になります。例えば、あなたが久しぶりに会った友達に、元気だった、と質問したとします。そんな時友達が、いやー、家を出ようと思った瞬間に、電話が鳴っちゃってさー、と質問とは関係ないことを話し出したとします。友達は5分遅れたことを責められていると勘違いして、聞いてもいない言い訳を始めたとします。するとあなたは、いや、元気かどうか聞いたんですけど、あなたが5分遅れたことなんてどうでもいいんですけど、とイラついてきます。そのような想定外が起きてムカついたとき、相手を変えることで問題を解決しようと考える時があります。質問に答えなかった相手を質問に答えさせようとすることで自分をスッキリさせようと思うことがあります。いや、元気かどうか聞いただけなんですけど、質問に答えてくれませんか？と相手を変えようとします。しかし、それでもあなたの友達は普段は約束の時間の5分前に着くようにしているんだけどさ、今日は特別なんだよ、と聞いてもいない言い訳を続けたとします。そうなるとあなたは、さらに強い怒りを感じるようになります。なぜなら、相手を変えたいという欲を持つことで、相手が変わらないという新たな不満が生まれるからです。想定外のことが起きて発生した怒りに、さらに欲が満たされないという怒りを足してしまいます。私たちは感情が高ぶっていると冷静な判断ができなくなります。相手が質問に答えられないのは質問を理解できないぐらい興奮しているからです。友達はあなたに会えたことが嬉しくてハイテンションになっているのかもしれません。5分遅れてしまった、怒られたらどうしようと不安になっているからあなたの話の内容が頭に入ってこなくなっているのかもしれません。いずれにせよ、心が揺れ動いている状態では、まともに思考することができません。なので、そんな相手に何かを期待すると、ますます期待が裏切られることになり、さらにイライラするようになります。話を聞けなくなっている相手に、私の話を聞いてほしいと求めれば求めるほど、思い通りにいかなくなることが多くなり、強い怒りを感じるようになります。興奮している相手に話を聞いてもらいたいと思ったら、まずは相手の心を落ち着かせる必要があります。想定外のことが起きたとき、おい、俺の話を聞けよと怒りをぶつけてしまうと、相手はますます興奮するようになります。怒らせてしまった、どうしよう、怒られて怖いとさらに感情的になり、あなたの話を聞いているどころではなくなってしまいます。興奮している相手に話を聞いてもらいたければ、まずは相手を落ち着かせてあげましょう。そっか、家を出ようと思ったら電話が鳴ったんだね。そっか、普段は5分前に着くように家を出るようにしているんだね。そっかそっか、そうだったんだね、と聞いてあげることで、相手はだんだんと落ち着きを取り戻していきます。相手が一通り話し終わってすっきりとした時に、ところで最近会ってなかったけど元気だった？と聞くと答えが返ってくる確率が高くなります。ということで感情的になっている人は感情を吐き出せば心が落ち着いてきます。なので興奮している相手には何も期待しないでとりあえず相手が落ち着きやすい状況を作ることを考えてみてほしいと思います。
期待に応えることができない状態になっている人に期待しないと決めることで、イライラを増幅させないようにしていきましょう。私は、人間は興奮していると思考するのが難しくなるということを知っています。私は興奮している人に質問しても答えが返ってこないことがあるということを知っています。私は人間は感情的になっていると論理的思考をするのが難しくなるということを知っています。私は感情的になっている人に質問しても答えが返ってこないことがあるということを知っています。私は興奮している人に何も期待しないことで怒りを感じる場面を減らしています。私は感情的になっている人に何も期待しないことでイライラする場面を減らしています。私は他人を変えたいという欲を持つと相手を変えることができないという不満が生まれるということを知っています。私は興奮している人に自分の話を聞いてほしいと期待しないことでイライラする場面を減らしています。私は感情的になっている人に自分のことを理解してほしいと求めないことで怒りを感じる場面を減らしています。私は相手の心が落ち着き、冷静な判断ができるようになってから自分のことを話します。